名前の由来は漢字で書くと天国の天に絵っていうか絵画の画で、絵を描くことが天職っていう意味です。これを始めるまであんまこう現代アートとかあんまりこう興味がなかったっていうよりも知らなくて、たまたま僕の友達とかと青森の方に遊びに行った時があって、で十和田美術館っていう美術館に行った時にこう現代アートに真剣に触れたというか、初めて触れてぶっ飛んだっていうか、昔から結構アパレル系と絡むことがすごい多くて、でまあイラストを提供したりとかっていうのも、まあ、20歳ぐらいの時からずっとやってきてたんで、まあ、それに対しての抵抗っていうのはそこまでないんですけど、僕ってあんまり自分でこうグッズ展開したりとかしないタイプの人間だったんで、小沢さんと久しぶりにこういう企画をやれたことはすごい僕にとっては、まあ、また再チャレンジしてる感じっていうかまして良かったですけどね。はい、なんだろう、あんまり喋んないおじいちゃん、寡黙な感じがいいですか。